にちは、小川まどかです。ゴーゴージャングルマーケットストラテジーの時間になりました。この番組は裁量トレーダーの皆さんもシステムトレーダーの皆さんも、さまざまなトレードスタイルの個人投資家の皆さんにマーケットに関するストラテジーをお届けする番組です。では早速午前のマーケットから振り返ります。午前の日経平均株価は続伸です。午前の終値は243円89銭高い16,459円92銭となりました。10時半くらいまでは16,300円近辺で落ち着いた動きをしていましたが、中国が発表した経済指標が予想を上回っていたことや、麻生財務大臣が急激な円高について介入は当然などと発言したことなどを支えに上げ幅を拡大する展開となりました。東証一部の売買高は概算で11億1200万株、売買代金は1兆822億円、値上がり銘柄数は1626銘柄と全体のおよそ 83%、 値下がり銘柄数は245、変わらずは78銘柄となっています。トピックスはプラス 20.50 の 1327.16 となっています。続いて為替です。先ほどもお伝えしました麻生財務大臣の発言で、108円台前半だったドル円は108円台後半80銭台まで円安が進みました。現在のドル円は少し戻して108円の50銭台と108円台半ばです。ユーロドルは 1.1377 から82ドル近辺、ユーロ円は123円の50銭台から60銭台となっています。続いてはこちらです。今週のエキスパートアドバイザーランキングのコーナーです。今日はフィンテック e コマースサイト FX オンで配信されている人気エキスパートアドバイザーをご紹介します。今週の第3位はカラーユアライフ V2 です。この EA はシンプルロジック、ローリスク、ロングピリオド、ステイブルインカムという4つの考え方に基づいて、江戸時代に発明されているロウソク足の形の分析にこだわって作られた EA です。ロウソク足の形で現れている相場の癖、つまり投資家の心理的な動きを察知した上で取引を行う優れもので、今一番勢いのあるエキスパートアドバイザーです。代わって今週の第2位はユーロドル1分足高速スキャ EA です。ユーロドル相場に注目が集まる中、1分足のエンベロープでの逆張りロジックを採用したスキャルピングタイプのもので、今月注目のエキスパートアドバイザーです。そして今週のランキングトップは一本勝ちです。ドル円を対象としたデイトレードスキャルピングタイプのエキスパートアドバイザーで、4月の販売実績で月間トップを維持した今一押しのエキスパートアドバイザーです。今日ご紹介したエキスパートアドバイザーは、いずれもゴーゴージャングルが展開しているフィンテック e コマースサイト FX オンのトップページでご覧ください。この後はゲストの方のお話を伺います。今日はマーケットアナリストの荒野博さんです。この番組は投資家の英知をすべての人に、 FX オンを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニーゴーゴージャングルの提供でお送りします。
ゴーゴージャングルマーケットストラテジー、ここからはゲストの方にお話を伺います。今日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、荒野です。よろしくお願いします。さあ、まず本題に入る前に、はい、今日のマーケットについて少し伺いたいんですが、スルスルと上がっていきました。どうご覧になりましたか？そうですね、材料としてはですね、麻生さんの発言とかその中国のデータとかって言ってるんですが、はい、材料としては大したもんじゃないんですね。でしみじみ考えてみるとですね、どうも株価がこう下がりにくくなってきてる。実は昨日現在株価純資産倍率というのは PBR1.08 倍なんですね、はい、で今ちょうど決算発表してますよね、この決算終わるとですね、日経平均ベースの一株当たり純資産っておそらく1000円ぐらい増えるんですよ、はい、で今だいたい1万5000円ぐらいですから1万6000円ということは、今日の午前中の終値でも PBR にすれば 1.02 倍とかですから、赤字決算じゃないですから PBR1 倍下回るってことをまず考えなくていいと思うんですよね、今年の2月安値の時がちょうど 0.99 だったんですけど、ですからもうそれが最悪だと考えれば、どうも1万6000円から下はあんまり見なくていいと。で今日たまたまなんか薄飽きないか買いたいムードがあった中にちょっとした材料が出て、まあとりあえず200円上がったと、まあその程度だと思うんですよね。でまだその飽きない本物じゃありませんから、はい、やっぱりその明日のトヨタとかそれから週末の決算を気にしていると思いますので、で今日は本題はその決算からいきたいと思うんですが、はい、さあそのだいぶ地合いが良くなってきているのかもしれない中での決算発表なんですけれども、はい、ただ現役の発表なども多いことは間違いないんですよね。そうですね、だそういう意味では地合いという意味では決して良くないんですけど、はい、それはファンダメンタルズが崩れてきてるから、はい、まあ、決算が良くないという証拠なんですけども、で最初のページをまずご覧いただきたいんですが、はい、で今年度の決算発表ですね、こう気を追って見ていくとですね、どん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 実は下方修正なんですね、最初のページ出ませんか？あ、ごめんなさい、例えばですね、はい、4、6月期の段階で 4.9% 増収 24.3% 増益ですよね、はい、でそれがこう決算が、例えば7区まで広まると4区になりますよね、それから10、12終わると40になりますよね、はい、するとその46で稼いだ分がどん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 薄まっていっちゃうんですね、で40にこの9ヶ月決算でいくと 2.1% 増収のプラスの 5.9 経常増益なんですね、はい、で実は10、12だけ四半期だけ取り出すとですね、ほとんど売上伸びてなくて経常減益なんですよ、ということはですね、この辺から実は企業収益の変調が出始めていると。でご承知のように去年の株価の高値って6月でしたよね、はい、で結局昨年度一番四半期で利益の伸びが高かったのは4、6で、それに株価の天井と極めて整合的なんですね、はい、でちょっと次のページまた行ってほしいんですが、これ先ほど10、12が減益だって申し上げましたけども、実はドル円相場見るとですね、10、12はまだ円安なんですよ、はい、その7円以上前年同期に比べて円安にもかかわらず減益でしたと。で今1、3を合計して年度の今決算発表してますよね、はい、すると10、12で減益だったんですから、1、3はですね円高に振れてるわけですね。そうですね、これやっぱり前年同期でいくとおそらく2桁の減益ということになるとですね、はい、要するに4、6からこうだん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 シュリンクしてきたというかしぼんできたのが1、3で最高に達してしまう、悪い方のですけど、はい、ということがですね今出てきている決算発表に表れていると思うんですね。で次のページ進んでいただきたいんですが、そのことをまとめたのがこのページなんですけども、はい、まあ、お話申し上げてきたことしか大体書いてないんですが、結局10、12の減益がちょっとショックでしたと、はい、ということはドル円だけじゃなくて実体経済が良くないんでしょうと、例えば消費がですね、はい、消費税導入した14年度より今消費の水準低いんですね、はい、それからずっと増収できたわけですよね、5年連続増収できたのが、今の決算発表を見ていると場合によってはですね、終わった16年3月期は減収の懸念も出てきてるんですね、はい、と売上だけが伸びない円高に触れてる、これで利益が増えようがないですよね。
そういう流れでいくと15年3月期史上最高益上げましたと。ところが16年3月期は場合によっては2期連続の最高益と思われてたんですが、はい、ちょっと難しいかもしれないという流れですね。で、株価というのは先ほどの46の話で分かるように利益の傾きと株価の転底って大体一致するんですね、はい、そうするとじゃあ今発表している決算四半期ベースでいったらどこが最悪か、まあ、多分前年度では13が一番悪いと思うんですね。じゃあ46は前年同期で比べたらどうですか。これ10円以上の円高になるんですよね、ということでいくと13よりもしかしたら減益率高くなるかもしれない。ですからまだですね底割れという懸念は少しずつ薄らいでるんですが、はい、ただその利益 の伸び云々から見るとですね手放しで底が入ったっていうのはまだ言えない段階かなというふうに思ってるんですけども。まあ、その株価の方は下がりにくい状況にあるということなんですけれども、ただじゃ何かあった時に動くとなると、はい、だいぶボラティリティが高い相場付きになってしまうじゃないですか。おっしゃる通りなんですね。で結局ですねボラが高いということがですね、はい、この後ご説明申し上げますけれども、こう持続的にインデックス株価が上昇するっていうパターンにならないんですね、はい、でこれをですね一つずつちょっと見ていきたいんですが、はい分かりやすいでは次 の表のページへ進んでいただけますか。これ去年の9月からですね先月までのどれだけ動いたかのと、それから月間でインデックスがプラスマイナスどうなったかっていうのを実は見てるんですね、はい、で一番分かりやすいように例えば10月と11月見ていただくと1日 の 前日比の騰落率が 2% 未満というの 2% 以上というのが1日しかありませんよどちらもね、ええ、それで実は日中変動幅も10月11月って極端に落ちていくわけですね。そうするとですね安定的に株価は上昇する、要するにボラが下がる、これがインデックスが上昇するパターンなんですね。で10月は前月比プラス 9.75、その9月のなんですかねボラの最高から下がって、はい、それから11月まで大きく低下してですね、はい、結局11月、まあ、12月1日が結構高値だったわけですけども、そういう流れになるわけですね。と今年に入ってからですねそのパターンが実は3月に起こりかけたんですね、3月は 2% 以上の動きがこれも1日ですよね。それで2月のですねボラのものすごい高さ、1日平均の、変動幅が416円でそれを率に直すと 2.55 ですね、はい、でこの2月のひどいとこからボラがどーっと低下していくわけですね。で何ですかね上下の変動幅もすごい少なくなってくるということで、はい、実は3月はこう4月相場に向かって堅調な相場継続かなという思わせるとこがあったんですね、はい、ところがですね4月に入ってまたですねこう上下に振れる、結局プラス 2% 4日マイナス 2% 以上が4日とですね結局上下に振れてるってことですよね、はい、で3月に低下しかかったボラがですね4月また再び上がっちゃってるんですね。こうやって見るとですね結局そのファンダメンタルズものすごい大事で、もちろん利益で株価って決まるんですけども、じゃあ実際に日々見ていく場合にはテクニカルの中でボラティリティ、皆さんがその見る場合には日経平均の日中 その高値と安値の変動幅、はい、これをこうチェックしていただくといいと思うんですが、日中変動幅がですね200円を下回ってくる、これまあ1ヶ月平均ですけど、はい、1% を下回ってくるような状況になると株価はかなり高いところへ行っていると。で今まだ 2% 近く動いてますんで、これがその 1.5% 1% の方に向かうことが決算発表の後できるかどうかですね、それが当面 そのテクニカル面ではポイントになってくるんじゃないかと思いますね、はい、さて今日ご出演いただきました新野博さんが配信している投資サロン新野博のテクニカルルームからは毎日マーケット情報を提供しています。新野さん、どういった内容なのかご紹介いただけますか。そうですね、今朝先ほど申し上げた株価純資産倍率についてレポートを配信しているんですけども、はい、今晩か明朝にはですねまたその第2弾でどうもその株価は下げにくくなってきているというような話をしてみたいと思う。そういう形で毎日のようにその市場のですね流れをできるだけ早めにこう
読者の方に伝えるように努力を重ねています。もちろんこれからの先ほどの話にもありましたボラが落ち着いてくるようなタイミングについても触れていかれるんですよね。そうですね、はい、荒野さんが配信している投資サロン荒野博のテクニカルルームからの商品ページはストックボイスのホームページからもアクセスできます。ストボホームページの荒野さんの顔写真が掲載されたバナーをぜひクリックしてみてください。お待ちしております。荒野さん今日はありがとうございました。失礼しました。最後にゴーゴージャングルからのお知らせです。ゴーゴージャングルが運営しているフィンテック e コマースサイト FX オンでは国内最大規模の投資サロンを展開しています。今日ご出演いただいた荒野博さんをはじめ総勢20名に上る実力派のアナリストらが集結した投資サロンでは株式、為替、コモディティをはじめ国内外のグローバルマクロやヘッジファンド情報まで幅広いカテゴリーをカバーし日々アグレッシブにマーケット情報を配信しています。ストックボイスのホームページからもアクセスが可能です。皆様のアクセスをお待ちしております。毎週火曜日のこの時間はゴーゴージャングルが様々なゲストの方をお迎えしてマーケットに関するストラテジーをお送りしてまいります。それではまた来週お会いしましょう。